お久しぶりの動画になるんじゃないかなと思います、はい、これでガンガン混ぜて、はい、だなー、うわーすごい、あの子、いやはい、どうもこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが飛行岡さんです。平岡、平岡さんだ。飛風鳴き声、鳴き声ですか。違うよ、俺の鳴き声ヒフじゃないあ、違うんですか、うん、何なんて言うヒホーか、ヒホウ、ヒホウ、はい、どっち、そのヒホウって宝の方のヒホウ、あ、秘めたる宝、秘めたる宝の方と、はい、あと悲しい報告のヒホウ、あー、秘めたる宝です。あー、それそれじゃないですよじゃあ悪い気しないなじゃないですかいや平岡ですもんね、うん、平岡です。そうだ、平か、うん、すごい、ちょっと重大なミスを犯しちゃいましたね。まあでもこれ納得いくと思います、皆さんも。最初火から始まったんでです。何それ、それだけじゃあダメでしょ、はい、すいません、何でも OK になっちゃうから、はい、で次がハ行だったから、うん、そう、ほう、両方、はい、うん、歯もほも、まあ気に入ってるじゃないですか。ラやけどなこわこわこわハガじゃないですかこれラそうめっちゃ怖いけどずっと平岡になってましたもん僕の中で。そうなってるってことになるから、はい、平岡です。すいません、そんな平岡さんと一緒にやっていこうと思うんで、はい、うん、じゃあちょっと拳突き出してもらっていいですか。ちょっと覚悟かちゃんと構えてた方がいいかもしれないです。わかった。あっ、怖い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 、ジャブインストレートフック、ジャブジャブフック、僕最強必殺技、必殺技、ああ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 突っ込んでくるとき、なんて言った、ヘイホーって言っちゃいました。ヘイホー、ヘッドって言いたかったんか。いや、一緒に伝説作ってこうでそれをヘイホーってね、はい、ヘイホーって言っちゃいました。カムとかじゃないよねということで、はい、あっという間にオープニングが終わりまして、いや、長かったわ、はい、はい、まあ今日もね、平岡さんとやっていくんですけども、はい、はい、今日、お久しぶりの動画になるんじゃないかなと思います。お久しぶりの動画になる、はい、これ最近やってないんじゃないかなみたいな、いろんな作業あるじゃないですか。うん、ありますよね。まあよく、うん、結構中心的に動画にさせてもらってるのが浮か掘り出しとかが多いんですけど、はい、それ以外にもまあ多少あるじゃないですか、いろいろ、まあね、はい、作業としてはね、その中でも最近これやってないよねみたいなやつです。まあただ年一ではやっときたいかなっていうやつなんですけど、じゃあそれぐらいの頻度でしか上げてないようなやつ。そうですね、わかりました、わかりましたか、言っちゃってください。アメグリ剥いちゃいましたー、剥くだけ、全然全然ロビンソンバーゴーロビンソンバーゴーって勘弁してよ、本当にアメグリ剥いてないですから。あ、剥いてない、すいません、ベロ剥いちゃったんですけど、いや、それなくなったみたいなことだったよね。すいません、何今、山栗なわけないじゃないですか、うん、それ商品名なんで。確かに、はい、手軽にサクッと 買, え、うん、買って食べれる。あ、美味しいよね。そう、皮剥かずにね、うん、でも皮剥く工程も僕好きなんですよね。あ、僕苦手でしたね。苦手かー、はい、あの工程からの、はい、あの口に掘り込む、あ、それが良かったんか。そう、労力がやっぱ何でもそうじゃない、はい、努力した結果得られるものっていう喜び、はい、ああ、まあまあ分かりますけど、それは、うん、でも僕それにそれ食では感じたことないんですよ、ね、あ、もうな、確かに、ね、バーベキューとか俺嫌いもん、はい、あ、そうです、もうバーベキューとかそういうことよね、はい、焼いて出してくださいよ、焼いて出してくださいっていうか、もう僕がこう寝て口開けてるとこに一個ずつ持って入れてってほしいです喉詰まるわ噛むのもこうやってやってほしい。いや、そういういいでしょやってほしいぐらい、そっちの方が嫌や、はい、山栗じゃないですよ。ないですね、さすがに、はい、いや確かに3、4本は動画にしてますけど、ないわ、ゼロね。まあちょっと分かんないか、さすがに。なんでやろう、分からん、ほんまに、分かんないですね、うん、はい、今回ヘラクレスの産卵セットを組みます。おお、確かに、はい、産卵セットね、なんかヘラクレスのっていうのね、はい、ないですね、ほぼないですね、はい、はい、っていうのまあやっぱ過去動画でもうやってますし、うん、結構
はい、なんで産卵セットって結構まあもう動画にすることあんまりないんですけど、はいはい、まあたまにやってた方がやっぱり、うん、そのここ最近見に来てくださった視聴者の方とか、そうですね、過去動画だったら過去動画よりも新しい動画の方がもしかしたらおすすめに乗りやすかったりとかもあるかもしれないから、そうですね、たどり着きやすさもあるかもしれない、ね、はい、そうですね、やっぱこうクワガタカブトムシを飼った上で繁殖をするにおいて一番最初に訪れるものだったりもするんで、はい、はいはいはい、産卵セット、まあ、たまには組んどきたいなっていう、なるほど、はい、っていうのとプラス、まあ、年一という感じの形で、うん、まあ一生動画みたいな、はい、産卵セットから羽化までみたいなのをまとめた動画をたまに昼上げたりしてるんですけど、そうですね、はい、それのためっていうのもあります、なるほど、はい、っていうのもあるんですが、今回のやつは、うん、まあ産卵セットなんで何セットか組みます、ほう、はい、今回のやつ出しましょうか、お願いします、はい、今回産卵セット組む子たちここに出します、はい、こちらです、はい、はい、こちらですね、こちらですね、はい、はい、この、まあ、4つありますけども、うん、2ペアって感じです、なるほど、はい、で、まあ、こっち側が、はい、ヘラクレス森姉妹、森姉妹、はい、というヘラクレスの亜種、はい、で、これ虫舎で購入させてもらったやつなんですけど、うん、あんま見ないよね、森姉妹、そうですね、やっぱ僕もあんまり見かけなくて、うん、虫舎で、はい、ようやく見かけたんで、オスメスペアで、はいはい、はい、それで購入させてもらいました、なるほど、やっぱまあ、いろんな亜種やっときたいなと思うんで、はいはい、で、こっち側こちらがヘラクレス、ヘラクレスです、ヘラヘラでね、はい、の、まあもう原名亜種、一番大きくなってるヘラクレスなんですけど、うん、ただ、ちょっと違うやつで、ほう、こいつに関しては森姉妹はまあ後でとして、はい、こいつに関してはちょっと開けます、オスなんですけど、こっちがオスですね、はい、だなー、わーすごい、どうなってる、はい、ちょっと出しましょうか、はあ、はい、なんじゃすごい個性的、はい、すごいやん、2代目リーゼントヘラクレスでございます、すごいね、はい、うわいいね、これ個性の塊やん、個性の塊です、うん、ちなみに親は別にリーゼントヘラクレスとかじゃないんですけど、はいはいはい、いましたよね、初代リーゼント、そうなんですよ、初代リーゼント、でもあれより巻いてるね、めちゃくちゃ巻いてます、すなんでここ、うん、これだから角持つ時危ないんですよ、挟まれる、はい、からこっちの方がいいですね、実際、なるほどね、はい、そう、ここもうほんとクワガタのハサミみたいな、いかれるんで、両方ともがね、ぐるんとなってて、ね、ぐるんとなってて、こういう感じの、うわすーごい、わなんかでもかっこいいな、かっこいいですよね、うん、これはこれで、これ綺麗に羽化してきてくれて、で、まあこの子で、まあ今回は産卵セット組もうかな、なるほどね、感じです、いいね、はい、なんでまあ産卵セットとか自体は一緒なんで、うん、はい、まあこれをまあなんとなく僕の産卵セットとかの組み方はこんな感じですっていうのを参考にしてもらえたらと思いますんで、はい、だからまあ2代目リーゼントヘラクレス、はい、まあ、初代のやつは今、うん、ようやく羽化し始めてて、おお、もちろんその角曲がりとかなく羽化したりしてます、はい、いやいいね、はい、これに関してはそのなんていうんですかね、遺伝とかそういうのじゃなくて溶質が狭くてとか溶質にぶつかっちゃっての子がほぼだと思うんで、そうですよね、はい、ほぼというか、まあ、100じゃないか、そう、遺伝でこうなってるわけじゃないかな、はい、遺伝ではないんでこれは、いやでもそういう形になっちゃった子たちからね、また大きい子が出てくるっていうね、なんかロマンもあるし、はい、なんかこの子の子供がどうなってくるかっていうのも、はい、ちょっと追っかけられたらなっていうので、うん、今回はこの子にさせてもらってます、はい、で、これまずこっちから行きたいところなんですけど、両方ね、はい、交尾済んでないんですよ、あ、なるほど、はい、なんで交尾からさせようかなと思います、お願いします、リーゼントヘラクレスのね、うん、で、ちょっと今回やらせてもらうんですけど、はい、まあこういう感じで、まあ足場になるような、はい、僕はふるいの裏側なんですけど、はい、よく見ますね、これ、はい、これにだからそれで言うと僕の動画って交尾動画からがバズって、うん、そこで知ってくださった方が結構いらっしゃるんです、その当時赤い糸ね、はい、その交尾した後に出る証みたいな、はい、はいはい、なんでまあランバージャックとかで視聴者の方に出会った時とかも、うん、子供が交尾の人だって、まあね、実際最初こう言われて、まあ実際そうなんでね、うん、その交尾動画で、うん、交尾で名を馳せたんで、そう、いやそうね、なんか、はい、うん、言い方的にね、そう、そう、第二さんの話、はい、いやいや、そんな、そう、それでなんか子供が、交尾の人だった、うん、感じでこそこそ言ってるんですけど、はい、そう、親もね、一緒にいるんで、うん、親の、いや、そう、あんた、みたいな感じで言うかと思ったら、うん、そうだね、交尾のお兄ちゃんだね、交尾のお兄ちゃん言うんで、そう、体操のとか、みたいな感じで、NHK のNHK 交尾のお兄ちゃんいいんだよ、あ、そうか、絶対、そう、でもなんか逆に裏を返せば、その交尾っていうのが、うん、そういう、なんか神秘的なというかね、そうやね、うん、
大事なものっていう認識で、うん、子供とお子さん親御さんで共通認識だったっていうことだったんで、うん、はい、いい話かもね。そうだから僕もコウビのお兄ちゃんだよって、いや怖い言おうかなと思ってました。いや今後、はい、いや言ってはないね、はい、やっぱ言ってはないですけど恥ずかしいもん、はい、そうで今回はだからこの子でちょっとコウビしていくんですけど、はい、そのだから3年前あげた動画とちょっと変わった部分で言うと、うん、はい、最近は僕も餌をあげずに置きますメスを、はい、まずやっぱ成熟してたら基本的に逃げないんで、あ当時はまあ餌食べてるところっていう感じ、ね、はい、っていう感覚でやってたんですけど、はい、餌置かなくてもまあ問題ないかなっていう、うん、はい、まあちょっとこれは関係ないです。今ちょっとはたいてあげてるって感じです、はいはいはい、でこれちなみに餌食べ始めて2週間ぐらいですかね、うん、2週間、はい、ゼリー1個2個食ったぐらいです、はいはい、でこっちもリーゼントヘラクレスも、うん、餌2個ぐらい食ったぐらいです。大きい。だから 120g 分ぐらい食ったぐらい。だから前は1ヶ月ぐらい置いた子って言ってたんですけど、そんな気にしなくていいかもしれないです。おお、はい、そこはじゃあ期間が短くなったと。そうですね。とりあえずゼリー、この大きいゼリー1個しっかり食ってくれてればいいかなっていう印象ですね。うん、はい、なるほどね。はい、で、さあ、はい、ここからもう成熟してればもう逃げないと思うんですけど、ここまずこの三角形の部分。はい、ね、はい、ちょ曖昧なんですけど照準版みたいな、そんな言う、はい、いうやつなんですけど、うん、ここからフェロモンがふわっと出てるらしいんで、うなじみたいな感じなんだ、みたいな感じなんだと思います、はい、これここにめがけてオスを、おー完全にうなじ、はい、置いてあげる、おお完全にうなじオス、ひろこさんうなじめがけて飛んでくるんですか怖いです、そうなるな、はい、ごめん、さすがにそんなわけないよ、さすがにそうですよね、ちょ心配になったんで引っかからんだってよ、はい、はい、これでメスも逃げないんで、そうやね、もうオスをこれしっかり認識してるっていうことだと思います、うん、はい、オスももうこれで、あ、メスだと、はい、で、気づいてる感じですね、お尻もヒクヒクさしてて、お、はいはいはい、出てます、出てますね、はい、これでこのまま生殖器をガッと入れてくれればなんですけど、まあまだかな、今はなんかまだ入ってはないですね、見やすいように、はい、そうですね、はい、ここですね、そうですね、で、うん、メスが交尾、はい、住んでる場合はで精子が蓄えられてる場合っていうのは、うん、オスがこう上に乗っかってきたら逃げたりするんで、うん、多分まあ足りてるからもういいよと、はい、天敵来たぐらいの感じでバーッと逃げるというっていうのがあると思います。まあ今は迎え入れられる状態ってことね、はい、なんでもうオスのことを認識してくれて、うん、はい、今受け入れ体制ですね、で、はい、オスはオスで、まあもうメスっていう認識もあって、しっかりこう生殖器出してるって状態です。これがあとは入るかどうかなんですけど、ここからが難しい。はい。この流れで一緒にやりましょうか。なるほど。はい。森姉妹の方もやります。はい。森姉妹はちょっとこれね、これ1個しかないんで、はい。また別でっていうのができないんですけど、はい。まあ、ちょっと見つつね、見て見たってください。はい。ここはね、まだ難しいんやね。まあ個体差ありますね、やっぱ すんなり交尾すんでくれることをちょっと手こずる子、まだ入ってる、はい、できました、はい、お、のなりでちょっと網目が荒いんですけど、うん、これだとオスの生殖器こっちに引っかかる可能性あるんで、あーなるほど、実際こっちの網目が細かいやつの方がいいですね、はいはい、ただ僕はこれしかないんで、これでちょっとこれでいっちゃいますと、はい、それで森姉妹の方、はい、そうですね、はい、これで、うん、で、オス、うん、さあ、オス、はい、オスがこんな感じの、こんな感じなんよね、はい、なんか、シュッとちっちゃめなね、そうですね、見た目は、パッと見はなんか、うん、何に近いんだろうな、エクアト風なんですかね、まあ、ヘラヘラとは圧倒的に違う感じの、うん、そうやな、ここの突起が根元に近かったりとか、はいはいはい、まあ、今ね、ちょっとリーゼントで見づらいんですけど、うん、はい、まあ、でも、まあ、いいね、小ぶりだけど、はい、このヘラクレスさを、そうですね、しっかり兼ね備えてますね、まあ、ちょっとエクアトに近い感じな気がしてます、僕的には、はい、見た目は、はい、これを同じ同様ですね、同様ですね、同じ、あ、引っかかっちゃった、ダメ、足強いな、強いですね、だから引っかかった時とかは、うん、こうウェーブこう、ま、巻いてるんで、うん、ちょっとこう揺らして取るイメージですね、なるほど、はい、さあ、はい、あ、おクリーンヒットです、もう完全にね、はい、メスも反応してますね、そうやね、はい、すごいな、気づいてはいます、でオスメスも逃げはしないんで大丈夫ですね、ただこう上に乗っかってる時間が長いと単純にメスが動き始めちゃうっていうのはあるんで、うん、なるほど、うん、そうなる前に、うん、交尾してくれれば嬉しいですけど、いつもね、な
かなか入らない感じ、はい、あ、でもそろそろじゃない？お、見えるかな。難しい。いや、見えるよね。見える、見える、見える。うわ、もう一押しなんですけど、ちょっと体勢が前すぎるわ。うん。頑張ってるな。めっちゃ顔を押さえて。あ、いいですね。それ多分来ますよ。お、はい、そろそろ先端をお尻の方に向けて、うん、あ、入るんじゃない？お、お、来ました来ました。お、あ、あとは、お、入りました。はい、入りましたね。そう、入るときに瞬発的にメスがこう、うん、ちょっとだけこう嫌がるとか逃げようとするんですけど、うん、ただそれも本能的な部分じゃないかな。なるほど、ね、攻撃と一瞬勘違いしちゃうとか、うん、でもその後はもう、はい、おとなしくね。そうですね、入ればおとなしくなってくれます、うん、はい、はい、これでヘラクレスの場合、まあ40分から1時間ぐらい、結構しますね、この状態になるんで、うん、これでとりあえずリーゼントは OK。 はい、あとはこっちですね、おしまいなのね、はい、この家がね、うん、気温がちょっと低いんで22度弱ぐらいなんで、はい、温度低いと活動が弱くなるんで、うん、なるほどな、はい、24度とかあった方がいい気はしてます、産卵セットとかは。実際はさあ、まあこれでとりあえずこれで OK なんで、うん、一旦こんな感じでね、はい、ちょっと一旦置いときます。はい、はい、一時的に放置ね、はい、でこの子もちょっと気にしつつ、はい、一回置いときます。で今のうちちょっとパパッと産卵セット作りましょうか。はい、そうですね、はい、産卵セット必要なものこちらです。はいはいはい、こちらです。こちらですね、はい、あ、まあ袋に入ってるのが土、土でこれがケースって感じで、はい、とりあえずケースが僕の場合はちょっと大きめの工具入れみたいなやつ、はい、で一応名前は ST ボックス25ですね。おお、はい、25っていうのかね、はい、埼玉ボックス25。埼玉で、埼と玉で分けるかな。まあでも負けてますからね。いや違うからな、多分違うから、うん、絶対違うから。そう、まあこれね、こういう名前のやつ、はい、25リットルボックスみたいなやつだと思う。っていうことか、はい、これ、まあこれ一つずつって感じのやつと、あとこれが、うん、今回はクワガタショップ MD か、クワガタショップ MD、はい、まあ、僕はショップ MD って呼んでるんですけど、はいはいはい、のカブトマットプロ EX、 はい、カブトマットプロ EX、はい、これが2袋、はい、とこれが月夜のキノコ園の黒土マット、黒土マット、これが2袋、はい、って感じで、これを混ぜます。なるほど、これで2セット分って感じですかね。はい、はい、実際のところ、うん、通常のなんか小林シャッターとか、はい、まあ、いわゆるちょっと大きめの虫かごみたいなやつだと、うん、これが半々ぐらいですかね、10リットル分ぐらいでいけるんで。なるほどね、はい、って感じで倍量ぐらい、今はそれの倍量ぐらい、そうですね、感じですね、はい、これでやっていきます。いきましょう、はい、じゃあ必要なものは揃ったんで、はい、はい、青くならさせていただきます。青くならさせていただきます。ああ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 あれ、いや、逆こっちだ、すいません、なんで、高評価ありがとうございます。あるんだね、まあ、貫いちゃってこっちがなっちゃいました。はい、貫いて青くなるのもよくわからんけど、あ、でもまあ、面白いでしょ。面白いでしょって言ってくるやつ怖面白いでしょ。怖いよ、そういう人。はい、まあこれで準備できたんで、はい、これでも、まあ2セット一気に作ろうか。お、はいはい、大体一緒の作り方はもう一緒ですよね、はい、一緒です、はい、なんで、もうまとめてまとめてやります。はい、まず黒土、いいね、いい黒土だな。そうですね、やっぱ黒土、うん、粘土性があるんで、実際産卵セットだけだったら黒土だけでもいいと思います。へ、うん、思い出すな、甲子園。え、思い出す、平子さん甲子園行ったんですか。まあまあ、もともと球児やから。いや、サッカー球児だろ。まあ、サッカー球児か、うん、球児ではある、球児ではある。あ、そっか。まあ一応な、言わんけどな。まあ確かに。なんて言うんですか、サッカーの場合。サッカー少年。あ、サッカー少年。何歳になってもサッカー少年です。あれ何でしたっけ、ボールは彼女でしたっけ。ボール友達な。あ、友達か。そんなエロい目では見てないから。いや、そう、最悪や。はい、で、はい、とりあえずこれと黒土が一袋入れました、うん、はい、で、その後このカブトマットプロ EX、 はい、はい、僕の場合はこれか、ハワイアンビートルの J01、 はい、をこれ入れて、まあだから、1対1ですね。1対1、はい、入れてこれを、うん、まあこのダマを潰しつつ、はいはいはい、まあ、まんべんなく、ま、混ぜていくっていう感じですね。なるほどね、はい、で、水分、うん、加水しなくていいのかっていう部分は、黒土マットもしっかり湿り気あるやつで粘土性もあって、うん、で、
この言ったら完熟発酵マットみたいなやつなんですけど、はいはい、そのカブトマットプロ EX も、うん、もうある程度湿度保たれてるんで、逆に加水すると、うん、まあ、2ヶ月間ぐらい産卵セットに土を入れとく状態ってなると最後の方、はい、もう水分とかで劣化が激しくなったりとかする恐れもあるんで、じゃあもうこれぐらいの感じでいいかなっていう、そうですね、そのままでいけちゃう感じね、はい、で2回目3回目と採卵した時にいい感じになってる印象です僕の場合、ね、はい、これはまあざっくりまんべんなく混ぜて、一セットの場合はこれを入れていくって感じなんですけど、はい、まあ、今回はね、はい、これは同じようにもう一セット、もう一個、さあ森姉妹はちょっと手こずってますね、うん、落ち着いてますね、はい、椅子として似てるから、いやいや失礼なメスを目じゃなくていい、うん、椅子でしたね、目じゃなくいいでした、そういう場合はメスをこう刺激してあげると、うん、メスがちょっと動くことによってオスも、あ、メスだ、椅子じゃないメスだと、はい、あ、ほんとや、てくれるんで出てきた、はい、来ました、さあどうだ、出てきました、あとはいい感じでハマってくれれば、うん、止まるとかしっかり入ればいいんですけど、ちょっと後ろですね、ちょっと斜めってるな、見えるか、ちょっと斜めってますね、斜めってますね、こっちの足が強いですね、あー、なるほど、うん、すごいね、なんかわかんねやな、まあやっぱもう何本もあるのね、光明お兄さんなんで、光明お兄さん怖いんですけど、お、行ったんじゃない、いや、これ結構斜めってるんですよ、あ、本当ですね、横から見るとね、ちょっと見えない、見えづらいね、見えづらいですね、まあまあ仕方ないけど、まあ、あ、こう見たら、上から、ちょっと上目から、あ、そうですね、はいはいはい、ここにね、沈房がありますね、これはちょっとこっちの足を引っ掛ける場所を広げるというか、うんうんうん、あとはもうちょっと角度的な面でね、そうですね、頑張れ、もうちょいやな、そうですね、あ、でもだいぶ横に行ってますね、うん、すごいね、でもこの自然界でこんな悠長にしてられへんもんな、いや、そうですよ、そんな中40分とかじっとしないといけないの、すごいですよね、な、天敵がね、うん、いっぱいいる中、そう、でもそれでいうとヘラクレスの、うん、特大ケージにメスを入れた時に、はい、もうすぐオスが気づいて交尾して、うん、でそしたら周りのオスも近づいてくるんですけど、うん、最初は意外とこう攻撃を反撃はしなかったですね、交尾してるオス、へー、うん、やっぱりじっとして、はい、そうですね、でもう耐えられなくなって攻撃してきてましたけど、あ、でももうずっと離れはしなかったです、やっぱそうなんや、はい、すごいな、すごいですね、角度すごいいい感じになりました、さあどうか、もうちょっとね、前に、そうですね、引ければちょっとだけ足を、まあ、もう少しですね、はい、まあちょっと様子見ときましょう、はい、もしかしたら交尾いけてるかもしれない、産卵セット組んだ時には、はい、はい、これで、うん、もう一袋、ちなみにすんなり交尾いかなかった時は、うん、また後日改めてでもいいですし、そうです、はい、まあそんな焦んなくてもいいですね、うん、はい、はいはい、これで4袋入れました、はい、はい、これでガンガン混ぜて、はい、いいね、手際のいい混ぜっぷりで、はい、わー、すごい、機械みたいにね、おー、はい、僕を参考に機械って作られてるらしいんで、違うよ、オリジナルじゃないから、あ、そうですか、あ、入りました、入りました、はい、おー、すごい角度がね、お見事です、見事に、はい、よかったよかった、すごいね、はい、これであとはまた交尾終わるのを待つ、はい、待ちましょう、で、これも混ぜて、うん、しっかりまあ混ざって、ある程度混ざったんで、はい、で、ギュッとしたらこうしっかりこう締まってくれる、はいはい、餃子ね、はい、餃子になる、なれば、餃子になったら OK、 餃子です、はい、すいません、詳しくは、あの、僕飼育本出してるんで、よかったら概要欄から、はい、飛んで購入、検討してみてください、お願いします、そっちの方が詳しく言ってると思います、はい、三枚ポーズも見れますんでね、いや、まあそうですね、いっぱい、いっぱいあります、なんかダメ出しされてたな寿司三昧よ、はい、表情硬いよ、いや確かに、はい、いろんな、でもまあほんまにいろんな表情の寿司三昧ね、はい、全部あれコピーじゃないから、はい、まああれは全部、はい、その場でやってはいますけど、だいたい硬かったないやでもやっぱああいうのって個性出さない方がいいのかな、まあそうやな、はい、うん、実際、ね、やったんですけど、まあ次あったら、うん、もう次の練習もしとくか、いや、あの子、いや、そっち、あ、なんで、よーの感じなんだ歌舞伎
でもないけど、おー、歌舞伎それでいきます。いや、ダメでしょ。はい、あとはじゃあ、うん、出版社の方と相談してみますので、もうその話は決まってる感じ、はい、いや、まあ確かに何も進んでないです、何もないですよ、はい、はい、これで混ざり終わったんで、これを入れていきましょうか、はい、入れていきましょう、ここ大きいスコップで、はい、ガッサーと、すごいね、はい、ひとすくいで、そうですね、もうやっぱ、うん、一気にいけるやつを、はい、これでもう、はいはい、半分ぐらいいきましたね、はい、半分ぐらいって、僕の場合は固めますね、はい、これは拳です、拳で、はい、ただ、人によっても固めない人もいます、へー、そうなんや、はい、でも好みじゃないかな、まあ、そこは、はい、固めなくても産んでくれるんで、まあもう今までも固めてやってきてるから、はい、そうですね、で、まあだからメスが固めてくれるって感じですね、産卵するときに卵の周りは固めるんで、やっぱ守るためなのか、なるほど、で、その固まったダマを崩して卵を取るイメージですかね、はい、多分柔らかくの人は、僕は固爪で、うん、メスがね、固める工程を、はい、っていうところで一応やってますけど、はい、省くための拳ね、っていう感覚で僕はやってます、で、2回目、はい、ここもかなりグッと、はい、グッとずっとこれ、はい、土固めるためにできた拳みたいな、ほんとそうですね、四角いんですよ、僕の拳、うん、綺麗に行くよね、はい、これ隅までいけるのがすごいわ、そうですね、もうだからかそうなったんじゃないか、あーやりすぎて、なるほどね、はい、形が変わったのか、はい、これで一旦 OK、はい、で、やっぱ1回目のやつってどうしても粘土性がちょっと薄いんで、うん、やっぱ固め、強めに固めてるってのがあるかもしれない、なるほどね、2回目から結構いい感じの粘土性出てるんで、うん、1回目よりかは柔らかくっていうパターンもあります、やっぱ掘るのもやっぱ体力いるんで、そうだね、はい、メスが掘るのもね、大変やろうしな、はい、で、同様で2セット目も、はい、同じように、よいしょ、拳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 健太、うーん、拳健太出会ってた、あれ、どれ、拳じゃないっすっけ、小袋の、小袋の、はい、いや、小橋健太ってプロレスラーなんだそっちの方が近いからそうか、あれ、小渕って、小袋の小渕って、はい、小渕健太じゃなかったっけ、うん、忘れましたけど、ね、あ、宮崎なんですよ、あ、そうなんや、はい、結構近くて、家黒田はもう関西やね、はい、うん、だから大阪の路上、深夜に路上で、ね、出会ったの、出会ったらしいです、なんか最高の出会いやね、そういう路上ミュージシャンがぶわっといる場所があって、はいはい、で、一番入り口の方で、うん、僕が聞いた話だと入り口の方で、うん、黒田さんの方かな、うん、が歌ってて、うん、で、他ぶわっていて、うん、だから自分の声とかもう通んないというか、まあ、誰が何歌ってるか分かんない、うん、中でめっちゃ通るらしくて、小渕の、黒田の方、まあ、大きいしねって言われてたね、はい、路上 で、出口の方とかに、うん、小渕さんの方が歌ってて、はい、黒田の声だからめっちゃ一人聞こえるやついるな、うん、って思いながら歌ってて、うん、黒田の方はめっちゃ一人だけ聞こえるやついるな、うわので出会ったみたいな、すごい、逆側にいた二人が、はい、そう、の俺なんかテレビ番組で言ってた気がする、全然違ったもんだこれ曖昧やからな、そう、でもめっちゃ昔ですけどね、10年以上前になんかやってたね、小袋のドキュメンタリー、プロレスラーかなんかでやった、なんかで言ってたんですよ、みたいな感じのこと言ってたんですよね、いや、すごいね、そう、そう言ってる間にさあ、ここはもう一度、はい、これ黒田って呼ばないでください土なんで、土田なんで、あ、土で、はい、さあ、はい、面白もギュッと固めて、あー、いいね、食べて、炸裂してほしかったけどな、サクリファイス、サクリファイス、サウザンドサクリファイスです、はい、遊戯王カードです、ありがとうございます、はい、さあ完成、完成です、はい、これで完成しました、はい、すいません雑踏の中、はい、で、うん、こんな感じで、はい、一応土を固めた状態ですね、そうですね、はい、まあ半々ぐらい、見事ね、はい、すごいね、マジで手で固めたって感じせえへんね、ああ、ありがとうございます、まあ、ここの綺麗さは多分自己満ですけどね、ただの、いや、でもそれでもやっぱいいよね、はい、性格出てるよ、あ、でもありがとうございます、アニョハセヨって言う、いや、言ってないです、なんでこれおはようって言うんですか、あ、いきなりな、はい、びっくりしたわ、はい、これで、あ、ごめん、あ、すいません、どうぞ、シェシェ、おお、シェシェって言った、言ってないわ、あ、言ったわすいませんはい、これで土だけだと、はい、潜って産卵する分にはいいんですけど、うん、やっぱどうしてもメスが上でひっくり返ってしまった時に起き上がれないとか、はい、無駄な体力を起き上がるために使うんで、はい、この止まり木を、はい、散りばめる、
結構入れるよね。結構入れます。もう本当にどこにいてもっていう。はい。どこにいても何かこう触れるようにまんべんなく入れます。はい。こっちも同様。だからもう子供の頃の弁当のあの緑とピンクのやつ。緑ピンクのね。バラン？いや米のふりかけみたいな。ああ、うん、はい。はいはいはい。あれぐらい入れてください。もうびっしりとね。はい。はい。はい、あれぐらい入れました。あれです。はい。あれと表例え間違ってるんですけど、うん、どうしても言いたかったんでそれにしました。なんでだろうなと思って。はい。緑。まあメスが届くぐらいですね。はい。そうですね。はい。どこでいても転んじゃっても。はい。掴めれる、はい、これで、まあ、起き上がるきっかけになるようにとか、うん、まあ、起き上がんなくてもこれ掴んで落ち着いてもらうためというか、はいはいはい、これであとはもう昆虫ゼリーを入れて、はい、メスの交尾が終わるのを待つって感じです。なるほど、はい、じゃあちょっと昆虫ゼリー入れましょうか。はい、いきます、せーの。はい、はい、これで昆虫ゼリー入れました。すごいね、ゼリーの匂いも、はい、あ、やっぱきます、ね、うん、やっぱいい。だからゼリーはやっぱ万能ですよね。いや、すごいよね、はい、匂いも保存も効くし、うん、はい、あ、終わりましたね。あ、ちょうど分かっております。はい、分かってんね。見えますか？ちょっとだけ見えるんですけど。そうやな、薄く、うん、線みたいな赤っぽいのが見えるかな。ちょっと見えづらいか。そうですね、まあ、ちょっとあるはあるんですけどちょっと見えづらいかな、うん、そうですね、はい、まあ、これのね、動画は、はい、そうですね、過去動画に上がってるんで、うん、人気の動画みたいな感じで、はい、動画の入れ替えれるやつがあるんですけど、 はい、あそこを押して、そしたら一番再生回ってるやつがでちゃんと見れると思うんで、はいはい、それでよかったら見てください。ぜひお願いします、はい、ちょうど終わったんで、うん、本校入れましょうか。さあ、はい、あとはね、しっかりと、はい、ちょっとじゃあすまんな、早速で子供がね、はい、2世の子供が、2世の子供が3世が生まれるわけですか。そうですね、はい、あー、まあ見えないか、まあちょっとね、実はここにその跡が、赤い糸の跡、これ線、ね、はい、毛みたいにポンと一本長いの、ね、はい、これがついてるとまあ交尾済んでる合図ではあるんで、さあ投入しました、はい、餌を食べて、一旦食べてもらって、でそしたらもう産みたいタイミングで潜ってくれるんで、はい、これを僕の場合は小林乳房子で、はい、新聞紙を、はいはい、挟みます。これでこっちでやりますけど、これ、はい、これで完成なんですけど、完成ですね、最後に、まあ、これが何のカブトムシでどのオスと交尾したかみたいなのをやっぱ分かるように書かないといけないですね。メモ、ね、メモ、まあラベルって呼んでるんですけど僕は、はいはい、僕はっていうか一般的にはなのかな、こういう風にシールで貼って、はい、こういうシールを貼って、ちょっとね、僕は僕で管理ノートをしてるって感じなんで、すごいね、これがね、いえいえ、偉いと思う、この管理の量でね。いえいえ、まあ、そんなめっちゃ褒めてるわけ、まあ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 、まあまあ、そこまでじゃないよ。そんな褒めないでください、そこまでじゃないよ、めっちゃ怒られたわ。で、ここに書いていくって感じです。はい、ここに書いてあるのね、はい、まあはい、分かるように、自分が分かるように、はい、これちょっとね、ここはね、あれなんですけど、青に青でね、まあそうですね、ほんと、これは絶対みんなそうしてください。青に青で、青に青で、そんなことないです、はい、見やすいやつで書いてください、見やすいやつで書いてください。まあ、名前、はい、で、これは僕の管理番号って感じです、はいはいはい、2020年の29番目のメスって感じですね、うん、なるほど、はい、これより前に28セット組んでるって感じです。だからすごいね。そうですね、うん、はい、でヘラヘラと、ヘラヘラ、ヘラクレス、ヘラクレス、はい、でオスのサイズっていうところなんですけど、オスのサイズがないんで、うん、まあフリーかけるメス、メスのサイズ、メスのサイズが、67.0、はい、はい、で、あ、これはまああれなんですけど、これはアウトって、その兄弟同士じゃないよってことです、ね、アウトブリードという意味ですね、はい。で、詳しいやつはこっちのノートに書いてるって感じです。なるほど、はい、こっちに番号を振って書いてるって感じですね。すごいね、はい、で、あとはまあ僕もうヘラヘラはこの産地しかいないからあれなんですけど、うん、あとは産地、はい、これ産地と今日の日付ですね、産卵セットを組んだ日、はい、10時、はい、これでまあ3週間後とか、うん、僕の場合3週間から1ヶ月ぐらいで1回産卵セットひっくり返して取り出すみたいな。なるほどね。の、まあ基本的にはメスが余生過ごしきるまでみたいな、はい、まあ、2ヶ月ぐらいですかね、バッと産んでくれるイメージは。はい、これで、まあ、自分が一番見やすい場所に貼る。うん、いや見やすいやろうけど、自分はね、そういうことじゃないって、はい、そうですね、絶対ここのどっかに貼ってください、はい、必ずじゃないとわけわかんないね、はいはい、
こんな感じです、はいはい、これがミモが書いたメモですね、はい、ミモメモ、ミモメモです、はい、これで、で、森姉妹の方は森姉妹で、はい、まあ、動画外で、神戸住んだら入れようと思いますんで、はい、はい、まあ、あとは無事に産卵してもらって、うん、そうやね、あとはまあ1年後、1年半後ぐらいにまた羽化してくると思うんで、うん、はい、まあ、立派な子なのをちょっと期待しつつ、そうやな、はい、楽しみにしててください、皆さん、はい、はい、お願いします。久しぶりだったんですけど、これどうでした、ヒロムさん、うん、いや、いいね、やっぱりこう、はい、新たな命が生まれる、そうですね、最初の、はい、スタートですから、そうですね、うん、やっぱあとリーゼントね、個性あって可愛いね、はい、そうですね、うん、こっからね、またまあ3代目が親に負けないぐらいのリーゼント出てもいいし、もう、いや、でもだんだんプレッシャーになってくるんだよ、それは確かにあれの上行くのどうしようってなってくるから、はい、そうですね、まあサイズもでかいんだよね、このね、実際大きいよな、実際そうよな、うん、まあ立派な子になるのをちょっと楽しみに待ちましょう、はい、はい、そんな感じで今回の動画は以上になります。まあ今日産卵セット組んだんですけど、他のいろんな産卵セットとかも僕の書かせてもらった飼育本、僕がやったことある種類とかは、載せてたりするんで、それもぜひ概要欄から Amazon のリンク飛べるようになってるんで、購入検討してみてください。お願いします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。